それではバイオハザード RE2 続きやっていきたいと思います。タイラントに追われている可能性があるので、止めているポーズ画面からスタートということですね。はい。で、まあ、前回はその、プラント43という植物を枯らしたらなぜかタイラント君が追ってきたので、そこから逃げているというところですが、でもこれでイーストエリアに多分用はなくなったので、で、上級職員のね、リストタグを手に入れたので、ウエストエリアに行けるようになったということなんですが、ちょっとここのブレーカーボックスもいじれるようになったはずなので、ちょっと、それを見に行きたい。ゲラがどうしよう。じゃあ、ショットガン単にしておこうかな。さて、タイラント君は来るなよ。ここで、さあ、連絡橋切って、どうしようかな。どっちから先に。ちょっとブレーカーボックスから見に行っていいかな。よし、見に行こう。よし、ここの仮眠室ですね。ここに、いじるやつがあったので、UF になってますが、これの MUF、あ、ありますね。これの MUF にして、これをちょちょいと合わせればいいのでは。よし、これでどうすか。使う。はい、開いた。開いたというか、これで通ってさ、どうなる。あ、ポー、あ、なるほど。あ、ちょっと待って待って、取るから、サイドバック取るから。はい、これでマックスかな、持てるのは。はい、いやいやいや、取ります。はい、取ります。あ、これはウェインリー。あ、このリストタグの持ち主。嫌だ、血の海だ、どこもかしこも。何かが起きている、わからない。みんな死んだ。撃ったのは黒ずくめの、あれは USS だ。うん。なんだ、本社ご自慢の保安部隊。ああ、アンブレラなんたらかんたら、シークレットサービスかな。どうして彼らは俺たちを守ってくれるはずの白い脳症が真っ赤に血だまりを泳いでいる。嘘だ。うわ。ああ、じゃあアンブレラの組織にやられたんだ、これは。嫌だ、僕は嫌だ。みんな僕を天才だって言った。こんなところで死ぬはずがない。僕は誰より賢い。成績はいつも一番だった。いつか見返してやれた。あいつらを見返すんだ。ノーベル賞を取るんだ。僕はヒーローだ。僕は天才ですよ。神様、僕は死なない。僕は。ああ。しかし、このざまになってしまった。さよなら。起きた時にはもう、ゾンビだったと。悲しい運命だ。よしよし。でもこれで、アイテム欄が増えたのは、非常に良いのでは。ああ、なんか、こちらを見ている。何か物欲しそうにも見えるが。そこ食堂だったよね。なんか、食べてな。人間以外をね。で、じゃあ、これで多分、ああ、でもまだ使うかな。罰に、罰というかチェックマークついてないし、まだ使いそうですね。じゃあ、ああ、セーブすればよかったかな。まあいいや。で、じゃあ、レベル3が解放されているので、ウエストエリアだっけ、これから行くのは。もう一つのエリアに行きましょう。はい。手のひらでプチー。これで、ガッチャン5。うん。G ウイルスはこの先か。うん。ウエストエリア W03 と書いてありますが。さあ、G ウイルスはあるのか。というか、タイラント君はどうなっているのか。追ってきているはずだが、道に迷ってくれていると嬉しい。さあ、あ、特殊部隊。さっきの USS だか、アンブレラなんちゃらかんちゃらだと思う。特殊部隊の人。あ、なんか落ちてる。ビデオテープか。これも記録が見れる。さて、しかし、この先は地獄か。ここはもう電力が復旧できそう。OSS ですね。これの OSS にして、こうですか？いや、違う。これのこう。はい。結構なんか、ガバガバでも揃ってくれる。そんな気がする。で、これをガチャンコすれば、OK ですね。で、電力回復。うん。
アイテムボックスもある。あ、っていうかこれもう使わないんだ。じゃあまあ捨てれるけど預けちゃうか。で、ビデオテープがここで見れる。見よう。ガチャ。さあ何が映ってる？ USS 隊員の、お、なんだ、誰だ？ん？髪型的に、あ、ジウイルスを、バーキン、ウィリアム・バーキンの可能性もあるが、でも、おー、どんどん行ってますね。はい。あ、バーキンですね。君たちが来るのは分かってた。うん。誰にも渡さないぞ。ああ。私の生涯をかけた作品なんだ。ああ、ジウイルス。最後にもう一度だけ言う。さあここでバーキン博士撃ってしまったが、何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。ああ、この撮影者の人撃ってしまった。てか全員カメラついてんのかな。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。ああ、ここからどうやってあの化け物になるんだ。了解。サンプルを回収します。うん、 G ウイルスを開けとりあえず回収すると。撤収だ。はい。さあ博士は、ああ今のが G ウイルス。うん、でも博士はなんかあのままあそこに取り残されてる感じですけど、どうなったんでしょうか。自分でなんかウイルス打ったのか、あの奥さん、あの人に打たれたのか。ウィリアム・バーキン宛てのメール。ジェーン・ドイル、 G の研究中止について、我々アンブレラは、地下研究所ネストにおける G 研究開発の中止を決定しました。今期をもって G 開発計画、研究開発費は打ち切られ、ウィリアム・バーキン所長は解任されます。あら、まあもう G はこれ以上研究するなと。で、差出人 BE、 あ、連絡をありがとうバーキン博士。君の進化する生物兵器には上の連中も興味を持っている。研究費の件は安心してくれていい。うちの会社は合衆国で一番の金持ちだからねと。うん、名前を明かさない人からのメール。リヒャルト・ケスラー、おめでとう。聞いたわ、 G が、実用段階寸前だそうだな。不思議なのは、君がなぜそれを我々アンブレア本社研究室に伝えなかったのかってことだが、まあいい。さて、そろそろ研究データを渡してくれないか。大丈夫、君の G は私が必ず完成させてやる。ああ、研究成果をちょっと横取りしようとしてたのかな、アンブレラは。ジェーン・ドイル、韓国。あなたにはアンブレラに対する重大な背信行為の疑いが持たれています。あなたが社の財産である G を私物化し、秘密裏に合衆国軍部と接触していたことは明らかです。ああ、合衆国軍部に売ろうとしていたのかな。売るというか、そっちに逃げようとしていた。24時間以内に査問委員会の招集に応じてくださいと。うん、ウィリアム・バーキンとアンブレラはやはりちょっと仲違いをしていたようですね。まあゼロのことから見てもね、もうアンブレラとは縁を切っているようなもんですが。で、ここに地になんか落ちていたようですね。あれ、あ、これか。この手榴弾はありがたく使わせてもらうぞ。で、まだ何かあるんか。そこに愛はあるんか。ないね。じゃあこっちは、ここはなんか手術室っぽいところ。あ、ブルーハーブがありますね。これはじゃあもらっておいて、一旦ちょっと預けとこうかな。よし、さて、じゃあ奥に進みましょうかね。さあ、どや。はい。服が脱ぎ捨てられている黄色いドレスが。こっち側に、あっと、なんかあるぞ。ガンパウダー。ガンパウダーがある。どうする？これは本だけか。ちょっと弾も。弾も調合しておく。さあ、これで、
先がどうなってる？おっと、これは紫外線というかいろいろ消毒する場所ですね。ここは進むだけ。あー、レオン君が綺麗にされる。綺麗というかただ滅菌されているだけだが、あー、ここもまっすぐ。いや、なんかありそうだけど大丈夫？まあ武器はもうね、持っているだけ持ってるような状況なんで今。あっと、なんだ、謎の生物が浮いてるが、目ん玉と腕とあれなんや、脳みそか。ん？何これ、わからないな。これは腕、これはキモい。でもこれあのね、ウィリアムの肩にあったような目と似てますね。ここにも、ここにもいろいろある。ガンパウダイあるし、タイプライターとアイテムボックス。おやおや、もうこりゃなんかあるぜ。セーブはするけどさ、セーブはしちゃいますけどね。さあこれで、まああれでも、ここ行き止まりか、なんかある。ガンパウダーとレッドハーブとこんだけか。じゃあこれは預けといて、いやでもショットガン作れるけど、どうする？ショットガン作っときます。まあもうここまで来てね、なんか惜しんでても仕方ないので、よし6個できた。よしよし、これでいこう。で、これは何？研究記録、アンブレラのマークがある。生体におけるハイの成長過程観察。被験体449、G ハイが被験体に、着床直後、被験体の胴部から腹部を50センチにわたり切開。目視での観察を開始した。うわ。医療チームの協力のもと、被験体の意識レベルは常に0から1、2を保持。被験体の意識レベルが低下した時点で、これ以上の観察は無意味と判断。被験体を処分。はい、次、被験体501は、G ウイルス投与。G 生物化した501を30名の被験体群に引き合わせる。あ、2時間36分後、1名を除く全ての被験体に肺を植え付けたことを確認。ああ、増殖した。全被験体を処分。1名は実験中に精神の均衡を失い自殺。うん、被験体628と632。T ウイルス、あ、こっちは T ウイルスですね。耐性実験。T ウイルスへの微弱な耐性を示した、被験体628に G ウイルスを投与。深い進行のあった639を引き合わせる。628は抵抗する素振りを見せたものの、24分後に肺の植え付け完了。T ウイルスへの耐性は G ウイルスのもたらす知能低下を防ぐことはできないと思われる。あ、G ウイルスは知能が低下するんですね。あ、T ウイルスよりは知能低下が著しい。これは、お、ムービー。あ、これか。無防備だな。無防備。うん、こんなんでいいのか。よし、エイダのところへ。あ、いや、これ来るでしょ、タイラント君。あ、アイテム欄にはいない。エイダ、うん、不正な持ち出し。あ、封鎖。あ、これ自己破壊行動、自爆しようとしてますこれ。これはもう戻ればいいのかな。はいはいはい、走るよ。レオン走って、エイダのところまで行きゃいいんだね、とりあえず。あっと、毎回。でもこれ逆サイドからタイラントくん来てるから、ちょっとなね、同士打ちできないかな。タイラントとこのマッチョバーキン。あ、おっと、びっくりした。タイラントが来たかと思ったぜ。終わらせなきゃ。おう、おう、サンか。どういうつもりだ。うん、アネストさん、うん、ウィリアムとね、夫婦だもん多分。はい、打って、聞いてるのかこれは。一見聞いているが、これはどうなった？ウィリアムだって。うん、こいつが、これがウィリアム・バーキン。こんなはずじゃなかった。うん、
何もかもアンブレラのせいよ。ああ、アンブレラ。あんたもそうだろ。アンブレラの人間だ。ああ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか。最初から全部。どうなったんだ。ああ、撃たれた後。そう簡単に渡してたまるか。ああ、手に持っていた。で、自分に撃ってしまったぞ。よくあれで撃たれて生きてた。そんなウィリアム、ああ、なんてことをしたの。じゃあこれを作ったのは。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。おっと、目玉が。あっと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 、あー、刺したわけではなかった、掴んだだけ。あーあー、あ、でもまだ生きてる。いやー、怪力になった。おいおい、やるのか、やんのか、こいつやんのか。あ、何をした。おっと、バトルフィールド展開しやがった。わけにはいかないの。ああ、でもレオっぽい主張。はい、かっこいいジャンプ。さあ、これでは戦うことになりそうだが、決着をつけて。ああ、ハイランド君来ないむしろ逆に。はい、ちょ走るよ。あ、これダメだ。ちょっと待って。はい、あ、抜けれる。危ない。脇の下を抜けれた。多分、ああ、ああいうとこだよね、狙うの。はい、目が1個で、多分そこも撃つ。あ、そこもよし。で、あー、ちょっと、はいはい、何、はいはい、よし、どうだいどうだい。で、どうすんのこれ。あ、なるほど。はい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 、よし、結構、あー、結構撃ったが、で、これでまた最初からかな。はい、はい、速攻。あ、いやいやいや、すごい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 って、なんかめっちゃ食らった。ちょ、死ぬから、待ってくれ。いや、回復アイテム殺しかないよ。大丈夫か。で、防御は上がるので、で、背中のそれを打たせてくれ。はい、あ、弾がない、ちょっと待って。弾がなかった。マグナムにするか、もう。ちょっと待って、待って、あー、しまった。あー、狙いが定めづらい。あー、いやいや、怖いです。マグナム、いや、これマグナムじゃない方がいいか。ここ多面玉を打つくらいなら通常のハンドガンでなんとかなりそう。おー、はい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 。あー、なんか構えてるやん。よし、まず1個狙って撃たないといけないっすね。あー、待って、危ないって。やばい、結構まずい。あ、回復アイテムがあんまりない。よいしょ、よいよい、回復アイテムがないんだからあんまりよ。あ、まずい、それは飛びかかるやつ。よいしょ、はい、足、危ない。待って、3回振るよね。3回振らないのか。足は当たってねえし。あれ、まあ、これはまずいよ、危ないよ。はい、よし、くそ、結構これショットガン、あー、まずい、あー、まずいぞ。防御上げてなかったら即死だった。あ、いやいやいや、逃げて。あとは肩が見えねえぞ。はい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 、怖い。肩を見せてくれ。あ、まずいか、これはかわせるかい。あ、まずいね。まずいか。ちょっと武器をライトニングフォークにして。あ、危ない。もう一発で肩を撃ち抜く覚悟で。そこや。あー、ダメだ、当たらん。
濃紺、濃紺、濃紺でござる。濃紺でござった。いやーちょっと待って、オートセーブはどっからだ。いや多分今のところからだよな。まあでもあんまり回復使うのもあれだしな。オートセーブのところから行くか。あ、こっからか。こっからですね。施設から逃げるところ。まあでもだったら回復もうちょっと持ってきてもよかったかな。これ飛ばせる？飛ばせますね。はい、さあ来い。いや分かったよ、これはあのあれですね。回復を持っていけばいいんですね。もう1個くらい。いや2つでダメならダメでしょ。3つも打っていくのは男の恥よ。2つでもどうかと思うけど。で、これでいきましょう。さあどうだ、今度は勝てるか。いや勝てるかっていうかもう当たる、当てれるかどうかだよね。はいはい、足いいですか。あ、足いいかね、足いいね、いいね。まず足で、はい、でかわす。で背中、いやそこ、はい、いいよ。あ、ラグだ、一発じゃん。よく狙え、よく狙えばそれです。はい、あれやまあ、当たるよね。わ、木の下だけだ。ちょっと待って。はいはい、気持ちいいですな。はい、背中、あ、待って、はい、よし。で倒れるのでここでもうライトニングホークに。いやでもライトニングホーク今でいいのか、こいつラスボスか。タイラントは。あ、そっちに出てる。ちょ、早く早く。はい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 、ライトニングホークは、リロードしておいて、で装備やショットガンにしておいて、まだいけたか、もうちょっといけたかな。で、はい、腕立てて、はい、弾、はい、あ、足の下、危ない。で、背中を狙って打つ、はい、いいよ、いいよ。その調子やるよ。この怪力の、それか、それ使うのか。待って、隠れられるか、これ。よいしょ。うん。隠れておけば大丈夫。で、これなんか落ちてた。よしよしよし。大丈夫だね。壁を背にすれば、背にすれば。壁に、足、打てない。かわせるか、かわせてるのか今。はい、変わった、よし、いいよ。肩は意外と狙いづらいんで。ああ、今打ってたか、足。よし、いや、打てる。いや、今打てる、今打てるよ、これ。はい、よし。でこれで正面回って。思わずこの、よし、ライトニングホーク。さあ、どうや、効いてるんか、聞いてるんか。あー、これもう、これもいいか。じゃあ、これにして。あー、なんか光ってる。てかこれいっぱいなんか落ちてたよね。あ、落ちる。あ、向こうかい。あ、なんか取ってるね。投げるつもりだね。燃料か、燃料でもチャージしておいて、でこれにして、これ解放射器とか引くんか。うわー、すごいことになってる。うわー、無理やり。あ、これでももう中央出たままだな。これ倒せるのか今のこの状況で。じゃあもう、はい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 、あー、しし、危ない。危ない客食らう。あー、すごい暴れてる。じゃあもうこれは打ち切っちゃっていい。おい、抜けて、いやー。打てるよ。撃てるよ。よし、で隠れよう。隠れて。レオン隠れて。あ、ここ隠れないわ。これダメだ。いや、いけるか。よし、ギリギリで。ギリギリで。あ、いや、いけるよ。これで、ライトニングホークに変えて。よし、これで、そこに撃つ。はい、撃つ。はい、かまして。かわせるよ。かわせるよ、まだかわせるよ。よし。リロードして。あー、ジャンプか。はい、かわす。でこれ火炎放射器の方がいいかな、どうかな。ライトニングホークこんな使って大丈夫。はい、打つ。あ、いったか。どうだ、これで第4形態とかやめてくれよ。
お、ブッシュー行った、ブッシュムッシュー、ウィリアム、あ、倒したか。一見倒したくさいが、ちょっとこれに変えといて、あ、無力化、あ、やった。てか、いや、いろいろ落ちた、落ちた、いろいろ落ちた、弾が、うん、弾がいっぱい落ちてるのを俺は見たぞ。あ、キュースプもあんじゃん。なんだ、あったのか。まだいろいろめっちゃ落ちてるな。マグナムも落ちる。ちょっと拾わせてってくれ。いや、弾がすごい。いや130、全部で150発くらいな今そうか、じゃあ弾なしできても大丈夫だったというわけですかね。ライトニングフォーク、これ移動すると何発まで、あ、7発か。ああ、まあ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 、いいでしょうよし、でこれで、あれ、あ、まだ向こうに先行手榴弾が拾えるもんは拾っていく。よし、これで全部かな。うん、 OK ですね。でこれで上がれると。あと気がかりなのはタイラントだけ。さあ、アネットはどうだい。まずいな、ひどい傷。ああ、グッシャー握られてましたからね。痛みの方がもっとひどい。痛み、さっきの話信じられないけど、ジンウイルスを処分すると約束して。うん、あれは証拠だ。ああ、そっか。 FBI に渡す。あの女を信じるの、どういう意味だ。彼女は FBI じゃない、産業スパイよ。あら、そうなの。 G ウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。任せ言うな。あ、どっちが本当かはこの時点では証拠がね。おめでたい人だ。もし G ウイルスがアクトモテに渡ったらもう、でもこのバーキン夫妻が悪党でなかったかどうかはもうわからないね、今となってはね。レオン、肩だいぶひどくなってきたけど大丈夫。血が、お、これで自爆システムがまだ動いてるからさっさと逃げないといけないかな。タイラントだけが、さっきからタイラントのことしか言ってねえな。はい、自己破壊コードが実行、中央エレベーターから最高層のプラットフォームへ避難しろ。はい、わかりました。じゃあちょっとアイテムを見せてくれ多分これでもうほとんどラストみたいなもんでしょ。なのでちょっと調合ハーブ持って万全の状態でタイラント君と対峙したい。まあこれはこれ以上はいいかな、さすがにこれ以上はやりすぎですね。はい、では5対面といきましょうか。まあ対面するのか知らないが、あ、いや待てよ、今バーキン博士からなんか、あ、エイダー来た。そう、バーキンさんから、そう、ここのやつ取れるかなと思ったらエイダーがキングするんかい